高岡伝統株式会社は明治後期から昭和戦前期にかけて存在した日本の電力会社である北陸電力送配電管内にかつて存在した事業者の一つ本社は富山県高岡市1903年の設立開業で高岡市を中心とする富山県西部と石川県能登地方に電気を供給した1941年 日本海電機を中心とする北陸地方の電力会社計12社の新設合併に参加して北陸合同電機となった。高岡宝石と高岡伝統1895年5月、高岡宝石という宝石会社が開業した。高岡市の実業家らによって計画されたもので、社長の6代目菅野伝右衛門は明治初期に改装業者として北海道貿易で距離を得、 その利益を投じて、大地主となっていた、当時の高岡を代表する実業家である。高岡宝石の工場は、北陸最初の輸入宝石機を用いる近代宝石工場とされ、照明には伝統を採用し、エジソン社製発電機を輸入して、火力発電によって260灯を点灯、昼夜操業を行った。これ以前に試験的な伝統の点灯事例はあるが、 実用的な伝統利用は、北陸三県で最初であり、1899年の北陸最初の電気事業者である、富山伝統開業にも先行する。富山市における、富山伝統開業の翌1900年2月、高岡宝石では定管を改正して、電気事業を営業目的に追加し、3月に伝統事業権営を停信大事にへ、出願5月1日に、 その許可を得た。同社は創業以来一貫して業績不振であり、全体の3分の1程度しか昼夜創業を行っていなかった。このため特に夜間は動力設備に余力があり、余力の活用と本業不振を補うことが電気事業経営の目的であったと考えられる。1九百年五月三十日に起工式を行って工事を進め、六月中旬には、 工場から山町筋の小馬出町まで配電線を仮設し、宣伝も兼ねて試験点灯を予定した。ところが6月27日に高岡大火が発生し配電設備は消失してしまう。さらにその後社長の菅野伝右衛門が没したことから、伝統事業は頓挫した。大火からの復興が進んだ1903年になって、当時の高岡宝石社長を洗井想像は、 前社長の息子7代目、菅野電右衛門へ、電気事業引受を要請した。これを受けて、菅野は、高岡宝石関係者らの出資を募って、自らを社長とする、高岡伝統株式会社を、同年7月20日に設立。高岡伝統は、高岡宝石が輸入していた設備を譲り受け、これを工場構内に据え付けて12月31日に、開業した。 北陸三県では、富山伝統、京都伝統福祉者、金沢電機に続く4番目の電気事業で、県庁所在地以外の都市では最初の開業である。電源は火力発電で蒸気機関を原動機として、出力 60kW の単相交流発電機1台を動かしていた。電灯取り付け数は開業時643頭。 1904年8月時点では792棟であった。詳細が判明する校舎の時点のデータによると、需要や数は、市内の個数約7400個に対し6%にも、満たない436個で、全体の4割が住職棟を1棟のみ取り付ける、需要家であった。最大の需要家は、郵便局で54棟、時点は、内綿会社で18棟を取り付けていた。 需要が限られたのは、最も利用が多い住職等でも、月額1円という贅沢品で、なおかつ当初は、技術的に安定せず停電が頻発したためであった。本格的な電灯普及は、日露戦争後のことである。日露戦争後に、電気の需要が増加すると、富山電灯を改め富山電気では発電力増強に乗り出し、1908年3月より、 ネイ軍細入村ヨ谷にて、ヨタニ発電所の建設に着手する。高岡電灯でも、需要増加に伴って、開業以来の60キロワットの火力発電では、対応できなくなっていたが、富山電機のように、新発電所建設に踏み切ることはなく、1908年7月に、同社と受電契約を締結して、受電への転換を決定した。このヨタニ発電所は、 翌年8月の落成を予定していたが、難工事が続いて工期が伸びたため、高岡電灯では、暫定的に消費電力の小さい高価な、単タ,タル電球を輸入して、新規需要に対応している。1910年3月、高岡電灯では配電設備拡充のため資本金を3万円から10万円へと増資。翌1911年1月に、 富山電気大谷発電所が運転を開始したのを受けて同年5月より同社からの受電を開始した。受電開始に伴い、高岡以外にも伏木町や新港町へ配電範囲が拡大されていった。供給拡大の結果、1914年には電灯数が1万灯に達する。さらに、対戦景気のため1916年より急速に供給が増大し、 1919年には、電灯数は3万灯電力供給は1 0 0 0ットを超えるに至った。また増資も相次ぎ、資本金は10万円から1913年6月に25万円、1922年1月には100万円へと増加している。対戦景気の時期、新港には日本交換電気製鉄所、伏木には北海電化工業や北海相談、 北海工業といった工場が進出し、伏木港を囲む工業地帯が形成された。新港、伏木領町とも高岡電灯の供給区域ではあるが、これらの諸工場に対する電力供給は、配電会社化した高岡電灯ではなく、富山電機が直接行った。富山電機では、大口供給拡大の結果供給力不足に陥る。高岡電灯では、 自社区域の需要増加に、富山電機からの受電増強で対応していたが、同社も1920年間未期に新規申し込みに対応できなくなるほどの供給力不足に追い込まれ、同年9月より、富山県内で水力開発を手掛ける立山水力電機からの受電を余儀なくされた。受電電力は1921年6月時点で、立山水力電機からは1 0 0ット。 富山電気からは 1,119kW であった。高岡電灯の拡大の一方、高岡でも都市ガス事業が計画され、1914年4月に高岡ガスが発足、7月からガス供給が開始された。この高岡におけるガス事業は、はじめ高岡電灯の県営とする予定で、関の電営門らが準備していたが、事業許可を得た段階で、 関東のガス工事業者に権利を上として撤退していた。これは公共性の強い事業を2つとも、高岡電灯が独占するという事態は避けた方が良い、との判断からであるという。ガス会業からほどなく人通川で洪水が発生し、予谷発電所が故障して40日間の停電が発生、この間伝統需要家が一部ガス島へ流出した。しかし、 高岡電灯側が復旧とともに、電力消費が少なく明るいタングステン電球の普及に力を入れると、ガス灯の優位性はなくなった。したがって、高岡ガスでは、熱用利用の普及に力を入れた。1924年上期における、伊水群七尾村への新規供給を最後に、開業以来の供給区域拡大が終了した。したがって、高岡電島では、 区域内に残る、ミハ電地域への給電や、全体的な伝統利用普及を図る方針へと転換し、特に1923年下期には20周年、記念と名打って、増答、増殖勧誘を全職員を挙げて実施、1ヶ月の期間中に7000頭の増答と10万、食の増食を達成した。その後も、伝統、電力や農事電化。 家庭電化の分野で勧誘に努めた。電化は地場産業である銅器や湿気の向上にも浸透し、呉れ西平野の水田地帯では、電動用水器排水器が普及していった。この1920年代には、高岡電灯は、積極的な合併路線を取り、1924年から1929年に、かけて4社の電力会社を合併した。 最初の合併は1924年5月の神通川電気である。同社は1919 19年12月に設立。1922年1月に開業し、ご平定発電所をはじめ水力発電所3カ所を運転していた。この神通川電気の合併により、高岡電灯は受電依存からの脱却を果たす。 二番目の合併は1928年5月31日のことで、石川県の都地方の農州電機を合併し、鹿島軍丹村大矢倉に農州支社を設置して、石川県へと進出した。この農州電機は1921年7月に鹿島郡中島村にて設立され、翌年にかけて、野登半島北部に散在した四つの電力会社を統合していた。 自社発電所は持たず、金沢から穴水まで送電線を持っていた金沢市営電機から受電した。また、同時期、富山電機も七尾の能登電機を合併するなど、能登半島への進出を図っていたことから、能登半島の電気事業は高岡電灯と富山電機という富山県の事業者によって分割されることとなった。1929年の合併は10月1日の 北陸共同電気の合併と10月31日のイスルギ電気合併の2件であった。うち北陸共同電気は石川県下の有力事業者が富山方面から受電するために1924年5月に設立したものでイスルギ海兵所にて日本電力より受電し県境を越えて津端で小松電気、金沢で市営電気、小松で小松電気、 大正寺川水田、小松製作所へとそれぞれ電力を供給していた。一方、イスルギ電機は、高岡の西方、富山県西都並郡イスルギ町の電力会社で、1911年9月に開業、一部石川県にも供給区域を広げていた。この2社の合併で、高岡伝統は支社をイスルギ町と金沢市にも構えた。 また、イスルギ電気が株式を持っていた石川県の金沢、電気軌道が新たに関係会社となっている。高岡電灯の資本金は、人数川電気合併により100万円から180万円へ、1926年12月の増資で540万円へ、納州電気の合併で640万円へ、北陸共同電気、イスルギ電気の合併で983万円へと、 順次増加した。供給成績も急速に伸長し、電灯数は1923年に6万頭を数え、1928年には倍増の12万頭、1929年には一挙に20万頭を超える規模となったほか、電力供給についても1920年代後半には8 0 0 0ットを超えている。一連の合併によって、高岡電灯は、 北陸地方における中核電力会社の一つとなった。なお、イスレギ電機と北陸共同電機の合併に伴い、両社共通の大株主であった、業界大手の日本電力が高岡電灯の筆頭株主となった。持ち株比率は5%程度。参加となったことで、日本電力から役員が派遣されたが、引き続き社長は創業者の管の電炎門のままで、 その周囲の経営人も地元有力者であったことから、日本電力が経営面で与えた影響は限定的である。1920年代を通じて、高岡電灯の配当率は年率10%以上を維持し、特に1922年から1926年にかけては年率15%の配当を行っていた。 1920年代の慢性的な不況下にあっても、配当が安定した高岡伝統の株式は、地方の財産株として重宝されたが、一方で不当な利益を得ているとして批判的な世論を高めることとなった。そうした不満は、1924年9月11日、市民による葬儀団が伝統料金値下げ要求を会社に突きつけるという形で表面化する。 同時期、公共性の高い電気事業は支援化すべきという動きが高岡市会にあったことから、翌12日には、市会で伝統支援の調査が議決された。葬儀団は、高岡市電力地下規制同盟会を組織し、10月にかけて市内各地で演説会を開いて値下げ運動を展開するが、会社側の態度は強硬であった。11月に、 富山県では、摂政軍も参加する、陸軍大演習の開催が予定されていることから、高岡市長の上野安太郎は、早期解決を図り調停に入るが、同盟会側が調停を拒否し、大演習が始まる11月1日を期して、消灯運動を始める構えを見せた。しかし大演習中の葬儀運動は逆に市民の、貧縮を買い、 同盟会内の強硬派が力を失って10月31日に、恩恵派幹部が市長に陳謝して、騒動はひとまず収集された。ただしその後も、会社と同盟会の間で料金をめぐる対立がしばしば発生した。1928年、奈美川など富山電機の管内で、値下げ運動から発展した大規模な葬儀が発生した。 高岡電灯にも紛争が飛び火したことから、日本海電機での紛争解決を待って1928年9月30日に、日本海電機と同一料金とするという、料金改定を発表した。この改定で住職等は、月額50銭と開業時の半額となった。翌1929年3月、高岡市会の伝統市営調査委員会は相次ぐ、合併で、 会社規模が大きくなりすぎて支援課は不可能になったとの結論を出し、伝統支援課は断念するものの他都市に習って、会社に報奨契約締結を求めるべきことを権限した。これを機に、高岡市は報奨契約締結を求めるが、会社側は応じず、代わりに市民の恩恒に報いるとして寄付を申し出た。結局同年7月、 市の水道事業に2万5千円を寄付するので1936年末まで、報奨その他を要求しない、という旨の契約が結ばれた。契約改定が近づいた1936年10月、市は再び年額報奨金納付と、さらに公開堂建設費の寄付を会社に求める。交渉の結果、百三十七年八月に、年額六千円の報奨金納付と、 旧社屋敷地290坪の寄付が取り決められた。茂子発電所人通川電気の合併により取得した3つの水力発電所はいずれも人通川より取水する牛が首用水にあった。合併後も高岡伝統によって水力発電所3カ所が増設されており牛が首用水の発電所は計6カ所となった。 この牛が、首用水は、神通川本流から取水し、山田川、伊田川を横断して、富山平野の内井田川砂岩から神通川砂岩に、かけての地域に考えする、江戸時代から、ある用水路である。水量、落差ともに豊富で水力発電の適地であることから、発電所建設計画が立てられ、地元としても考えに使わない。 神通川本流取水地点から伊田川までの 8km に、ついて管理権を電力会社に移乗し、使用料を徴収できる。ということで1919 19年12月に会社側と、用水組合との間で合意が成立。1922年1月5日に、下子発電所と御平定発電所、同年12月20日には、四ツ谷発電所がそれぞれ運転を開始した。 なお、人通ガーデン機の資本金は200万円で、筆頭株主でもある建設業経営の佐藤、スケクロが社長を務めた。人通ガーデン機の供給区域は、用水沿いのネイ宮ング川村、熊野村に限られ、伝統、電力供給は小規模であったから、余剰電力は当初立山水力電機へと売却された。その後1924年1月より、 工事資金の融通を受けていた関係から、日本電力への電力供給が始まり、人通ガー電機が高岡電灯に合併された後の1929年1月まで供給が継続された。この間の1928年12月、後平定発電所から高岡市内の大野辺電所まで自社送電線が完成している。 1930年代になると発電所新設が再開され、まず1934年1月20日に、重古代に発電所が建設された。この発電所建設に連動して、神通川の流れの変化で取水できなくなっていた、神通川と伊田川に挟まれた地域に考えする7本の用水路の相口事業が、富山県により行われ、発電所放水路より取水する。 愛口幹線が整備されている。ついで翌1935年4月1日、県による用水改良工事で生じた再下流の水力地点に下伊沢発電所を新設。1937年1月15日には最上流部にて薄島発電所が運転を開始した。1934年建設の本社ビル。後に、 本丸会館と呼ばれる建物1930年代の自社水力開発の結果、1937年末時点で水力発電所8カ所、総出力 11252.5kW を持つに至る。加えて、関係会社の手っ取り川水力電機が出力 1470kW の白山発電所を、同じく関係会社の石川電機が、 出力 1600kW の剣発電所をそれぞれ石川県を流れる手っ取り側にて1937年に建設している。前者の発生電力は金沢電気軌道、後者の発生電力は金沢市営電気へとそれぞれ供給された。発電力増強の一方、受電についても拡大しており、1937年末時点では日本電力、日本海電気、 立山水力電機、金沢市営電機の4事業者から計1 9 3 9 0ットを受電していた。なお、立山水力電機以外の3事業者は、高岡電灯の受電元であるとともに、供給先でもあるという関係であった。供給についてみると、1930年代は、石川県内の供給区域内における、電灯需要や数の増加が目立った。反面、 富山県内の需要や数はほとんど伸びなかったが、需要下あたりの電灯数は富山県内の供給区域の方が伸長している。1938年11月末時点での電灯取り付け数は308,714灯であった。電力供給については、1938年11月末には大口電力2 1 6 8 0ット、 小口電力7 2 4 5ットとなっていた。1939年末時点のものではあるが、大口需要化は以下のものがあった。蒸気のうち日本電気夜勤、クレハ防石、日本ソーダは1930年代に現れた大口需要にあたる。大口需要を中心に電力供給が大きく伸長した結果、1934年下期に、 初めて電灯量収入よりも電力量収入が多くなり、1938年下期には電力量収入が全収入の6割近くを占めるまでになった。大口需要家のうち、1937年に供給を始めた日本ソーダ、高岡工場に関し、その建設に際して高岡伝統は誘致活動を展開していた。 当時の高岡伝統支配人兼営業部長は西大蔵であったが、日本海電機に合併された中小清水電に在籍していたこともあり、中越水田時代に日本ソーダの新工場を富山市へ誘致していた関係から、日本ソーダ社長中野友礼と友人であった。西は遺跡後に高岡伝統の余剰電力受け入れを中野へ打診したところ、日本ソーダとしても、 新しい電解ソーダ工場の建設予定地を探していたため、西の要請を受け入れるとともに、土地の圧旋を依頼した。その結果、日本ソーダは、当時工場誘致で、積極的であった、高岡市より補助金を得てこの地区へと進出、高岡工場を建設したのである。まず1934年9月より、電解工場が創業を開始し、1937年からは、 アルミニウム製錬工場の創業も始まった。なおこのように創業を開始した日本ソーダ高岡工場だが日本電力からの受電の方が 21,500kW と7倍も多い。電気事業とは別に先日の高岡ガスについて1939年1月に当時の大株主であった姫路の産業ガスより株式を買収し傘下に収めた。 常務の吉田作助が、高岡が支社長、社長の菅野伝理門が、同社取締役となるなど、高岡伝統役員が、経営陣に入り、高岡伝統の解散後もこの体制がそのまま維持、された。1939年の日本初送電設立に、否決する1930年代後半の、電力国家管理への流れの中、全国的に、小規模事業者の統合が、 盛んになった。高岡電灯でも低新省の指導もあって1938年10月1日に、能登半島の藤毛市電機より事業を譲り受け、約6000の電灯供給と若干の電力供給を引き継いだ。同社は1924年1月に設立、同年8月に開業。供給区域は、藤毛市の内八村で、高岡電灯の供給区域に東西を挟まれていた。 この統合に際して、関係会社の大岩電気を供給区域の地理的関係より、日本海電気へと統合させた。大岩電気は、中庭川郡上市長の事業者で、1926年に高岡電灯の傘下に入っていた。ついで1939年11月1日には、二股水力電気より事業を譲り受けた。同社は、 石川県河北郡浅川村で1923年4月に開業した小事業者である。事業統合以外にも1938年7月に高岡電灯は出町電灯の全株式を買収した。同社は高岡市の南方、東都並郡で町の小事業者で、買収時は1万度を余りの電灯と若干の電力供給を行っていた。 1939年4月1日に全国の事業者から主要電力設備の見物出資を受けて国策電力会社日本発送電が設立されたがこの段階では高岡電灯を含む北陸地方を本拠とする電力会社で日本発送電へと設備を出資した事業者は存在していない。また日本発送電は設立当初 主要水力発電所の発生電力を管入れ、これを電気事業者に対し供給するというのが主たる業務であったが、高岡電灯とは、総受電の関係は生じていない。なお1939年末時点での初受電は、自社水力発電が8カ所、総出力1 1 1 8 5ット、受電が日本電力、立山水力電気、日本海電気、 金沢電気起動、金沢市営電気の5事業者より、計2万1 7 4 0ットであった。1940年になると、日本発送電の体制強化と配電事業の統合、国家統制を目指す動きが生じる。この動きに対して、日本海電機を率いる山田商作は、自主統合と事業合理化を急ぎ進める方針を打ち出し、 高岡伝統社長の菅野伝右衛門に話を持ち込んだ。菅野は高岡伝統社内の意見不一致から統合に消極的であったが、山田や日本海電機から移ってきた支配人、西泰造の熱心な説得により統合に前向きとなったという。高岡伝統が合同参加意思を示したことで、名古屋停新局も北陸三県の事業統合を商用するに至る。 1940年末より合同に向けた準備が始まり、翌1941年3月10日には合併契約調印へと進んだ。合同に参加する電力会社は、日本海電機、高岡電灯、金沢電機機動、小松電機、大正寺川水電、越前電機の6社に、出町電灯、手っ取り川水力電機、 石川電機を含む各社の関係会社6社を合わせた合計12社。これは福井県の大部分に供給する京都電灯を含まないが北陸3県の主たる民間事業者を網羅する。1941年3月29日、高岡電灯は臨時株主総会にて合併を議決。そして同年8月1日に12社合同が成立。 新会社北陸合同電気株式会社が発足した。この新設合併に伴い、高岡電灯を含む9会社12社は解散している。高岡電灯で社長を務めた菅野電門は新会社の会長に転じた。北陸合同電気成立直後の1941年8月末、第二次電力国家管理の一環として、国策配電会社による 配電統合を盛り込む配電統制令が施行された。配電統制に際し、はじめは全国を8ブロックに分割して、地域別に配電事業を統合する案が優勢で、北陸3県は東海地方と合わせた中部ブロックに含まれる予定であった。ところが、北陸合同電機で社長となる山田翔作は、北陸3県の独立運動を強力に展開し、 新会社発足直後に北陸3県を東海地方と別ブロックとすることを認めさせた。そして9月、北陸合同電気、京都電灯、日本電力と市営供給事業を営む金沢市に対して国策配電会社、北陸配電の設立命令が出され、翌1942年4月1日に富山、石川両県と福井県の若狭地方を除く地域を 配電区域とする北陸配電が設立を見た。1921年6月末時点における高岡電灯の電灯電力供給区域は以下の通り。区域はすべて富山県内である。1937年12月末時点における高岡電灯の電灯電力供給区域は以下の通り。区域は県別に整理している。 1938年39年になって、高岡電灯に統合された富士電気、二股水力電気の供給区域についても合わせて、記す。富山県石川県高岡電灯が運転していた発電所のうち、北陸廃電へ引き継がれたものは以下の7カ所である。高岡電灯が運転していた発電所のうち、自社で廃止したものは以下の5カ所である。 高岡電灯の参加企業として1941年の北陸配電設立に参加した小規模事業者3社、出町電灯、手っ取り川水力電機、石川電機について会社の概要を以下に記す。出町電灯株式会社は1910年10月12日、富山県東都並郡で町に設立された。当初の資本金は1万5千円で、 地元東都並群の人物が経営に当たった。開業は1912年2月28日で、当初の電源は、吸入式ガス機関により、出力3 1ットの直流発電機を稼働させる小規模火力発電所によった。出町電灯のある東都並群では、1913年に、福野で、福野で、南で電灯が開業していたが、 1923年に中古清水電を呼び、イスルギ電気に合併され両社とも消滅した。一方で、出町電灯はその後もそのまま存続し、前述のように1938年7月になって、高岡電灯の参加に入ったのである。1940年末時点では、電灯数12,236灯、電力供給5 5 1キロワットという事業規模で、 北陸合同電気参加企業の中では発電専業の石川電力に次ぐ小規模事業者であった。1937年12月末時点における出町電灯の供給区域は以下の10町村であった。手っ取り川水力電気株式会社は石川県金沢市に本社を構えた発電専業の電力会社である。設立は1931年1月25日。 遅れて1934年に高岡電灯の参加に入った。手っ取り川水力電気の発電所は、手っ取り川の白山発電所と、同水系大日川の三越水発電所の2カ所。前者は、自社の手で1937年6月に新設したもので、発生電力全部を金沢電気軌道へと供給した。後者は、 有線時鉱山の自家用発電所として1908年に完成。小松製作所に譲渡された後1930年12月に大日川電機へと渡り、1936年2月に大日川電機の合併で手っ取り川水力電機が取得した。なお大日川電機は高岡電灯が北陸共同電機合併を機に1930年5月に、 設立した会社である。三越水発電所の発生電力は、金沢市営電機へと供給された。石川電機株式会社は、手っ取り川水力電機と同じく、石川県金沢市に本社を構えた、発電専業の電力会社である。設立は1935年7月12日。矢作水力参加の電力会社として設立されたが、1938年に、 高岡電灯の参加に入った。石川電機は、手っ取りに、出力1 6 0 0ットの剣発電所を建設し、1937年7月に、開業した。発生電力はすべて、金沢市営電機へと供給された。当時高岡市街の伊水国横田村、千歩川右岸にあった。 株式会社から合名会社を経て1915年より日清宝石高岡工場となり最終的に1959年に閉鎖された。菅野は設立から1941年の解散まで38年にわたり社長に在任した。ハットボの北陸ハイレン第三代社長、北陸電力所代副社長、ありがとうございます。